私には絵しかないから、工房で学んで自分自身の力で生きられる道を目指したいんです。私、職人になりたいんです。だからこの絵を見てください。お願いします。毎日私が生まれる、生まれ変わって目覚める。お前どうして画家なんぞになりたい。適当に追いかけ遊びしてる女なんぞに工房に入られると迷惑なんだよ。そんなに言うならもう女なんて捨ててやる。私は画家になりたいんです。男の人がなるより多分もっともっと大変だから、それ以上に自分でちゃんと頑張らないといけないんです。単刀直入に言おう。アルテにベネツィアでの仕事を頼みたいんだ。ここで丈夫にそんなキラキラした目を向けてはダメよ。女の子にあんなもの運べるはずないじゃないか。アルテってば。お前は客から不当に金をせしめようというのか。君である一番の理由は君が女で貴族出身だからさ。あなたみたいな家庭教師の仕事がなくなるでしょ。なんなりとお申し付けください。女性の画家さんなんて初めてお会いしました。職人ってのはいい作品を作るだけが仕事じゃない。よし頑張るぞ。テレビアニメアルテ4月から始まります。